今回のモテニ流掃除講座はトイレの便器内側の掃除をしていきます。今回の掃除で使用するグッズからご紹介をしていきます。トイレのルックですね。で次がお掃除用のマンカップ、そして手袋、スコッティファインの洗って使えるペーパータオルと、ハサミと割り箸1膳、そして輪ゴム2つです。これで何をやるかと言いますと、自作のお掃除棒を作ります。まずこのペーパーをですね、こんな感じで折りたたみまして、5センチぐらいにカットします。短くカットした方をさらに半分に切りまして、この細い方に巻きつけていくと。トイレ掃除のブラシ我が家では持っていないんですよ。使った後にトイレの床に置きたくないっていうのが一番の理由なんですけれども、そのブラシ代わりです。では掃除の方を始めていきます。お掃除用のマンカップにこのぐらい入れまして、お掃除棒にこの液を含ませて、まずは洗っていきます。便器内には水が出るところの穴があるじゃないですか。そこの掃除にいいんですよ。便座裏もですね、こうやって塗っていきます。ここにもつけますね。ここは直接つけて、そして塗り伸ばすと。このまま少し放置をする間にですね、大きい方のペーパーを水を含ませて固く絞ってきました。そこにですね、ちょっと液をつけてちょっとなじませます。ウォシュレットと便器のこの隙間を拭いていきますね。最後に少しつけ置きをしていたこの便器の中をペーパーで直接丁寧に洗っていきます。水を流します。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。